僕は今日見ててね、あれ僕の子供の頃、うん、こういう家族って結構僕の周りにいたなって思うんだよ。あ、そうですか。うん、それが何の不思議もなくそういう生活が成り立ってたんだけども、うん、あの今日見ててね、あ、時代だなと思うのは、あの子供たちがいずれ何か計画があるよとか、うん、この家をいずれは出ていきたいなとか、うん、お兄ちゃんはいや出ていきたいけど親父のことがあってねって言ってるでしょ、うん、はい、だからやっぱ出ていきたいと思っちゃうのは周りの生活と自分たちの生活のこの落差っていうのがね、意識されてる。昔はそれ当たり前だから出ていかなかったんだよね、うん、そうかもしれません、ね、その辺が違うなと思うのね。しかし家族って一番身近な煩わしさではあるかもしれないけど、うん、でもいることっていうのは、ね、だからみんななんかにこう耐えながら家族を構成してんだよね、うん、でしかしもう誰かのためにこう気遣ってる、はい、これでやっぱ家族が成り立つんだなと改めて思いましたよね。太ることが罪悪のように語られ、漠然と誰もが皆痩せたがっている時代、今毎日涙をこぼしながらはかりに乗る少女、 0.5 キロに一喜一憂する少男、唐揚げ1個の夕食に涙隠せぬ下町ボーイ、超肥満の設計士は死の一歩手前にいた。そこで始まる汗と涙と命がけのダイエット作戦、次週そこが知りたい、最大の夢やっぱり痩せたい、どうぞお楽しみに。